ヌキナ海奥寺山肖像、谷口愛、山筆山水図写本誕祭、ヌキナ数王文久3年5月6日は、江戸時代後期の儒学者、書家、文人画家。江戸後期の文人画家の巨匠で、とりわけ書は、幕末の三筆として商用される。聖は吉井、後に、過疎の旧聖願名に服する。名は、自家地、直友、法。字は君茂る、古前。通称は、 聖三郎、後に、正午さらに、大二郎と改める。豪は、海船、林家、海脚、海浴、海浴星、海草、敵鈴な人、敵水王、数王、鴨モヒ夫など多数。七号に、勝春園、宝竹園、主聖堂、主聖書堂、三冠堂、笑い青園などと名乗っている。海浴、数王が一般に知られている。 徳島藩市で小笠原流霊式家の吉井直義の次男として徳島城下を弓町に生まれる。母は藩の御用絵師、矢野常伯の娘である。86歳で死去、京都東山高台寺に葬られる。幼少の頃は弓町の樹養業とした木村乱光に、後に13から14歳の頃は阿波国長郡黒土村の光明寺に空居して、 高橋赤水について、儒学を学んだ。17歳の頃、母方のおじ、矢野霊随を頼って、高野山に登り学問に励み、山内の図書を貪さぼり読んだと伝えられる。その後22歳で、大阪の海徳堂に入門し、中井畜山の下で、経学や史学を学び、やがて塾頭となった。文化8年頃、京都に移ると、私塾、 主制度を開き、主子学を中心に教えた。数王は、晩年になるにつれて、書家としての名声が高まったが、自分は儒家を持って、自らいるので、書家が多って称せられることは好まないと述べており、事実、従者として、生計を立てていた。表裏、陸広氏が編纂した、左縫い、真の長翼、二十二指作記などを本国している。晩年は、昭護院付近に移り住み、 名産の野菜、鈴名にちなんで数王と合した。最晩年になって、下鴨に隠居した。下鴨神社に、自らの蔵書を奉納した時の目録である、盾蔵文庫蔵書目録には、計学、死学を中心に3386部が記され、数王が学問を重視していた姿勢が伺われる。追い松図1841年。 資本僕が丹西詩が県立美和古文化館数王は、矢神海宇に詩文を学んでいる。45歳の頃に発刊されている文政号年版の平安人物詩には、抜き名法あざくん、し豪会や、富野浩二史上北た、抜き名称号とあり、著者、詩人として紹介されている。投資を好み、第三要と成立を論じたことは有名である。詩人としての数王は、 特に、素性同どが知られており、そのうち花びらをえいじた15種が最も、かとされる。また、加藤玉た編、文政17やゼックでは、か茶山、市川関西、大安坪、柏木女帝、大久保し物らとともに、歌34種が収録されている。さらに三上久さ編、天宝36やゼックに24種、北尾木工編、 海江二25やゼックに54種が収められている。また、増中連樹資格や除文筆の四方三用を交換し門邸の参考書とした。少年期、西信之に、米本元秋の書風を学んだ。高野山では、空海の親戚に強く啓発される。その後も、空海の書を啓蒙し続けており、58歳の時、四国に渡り萩原寺に滞在して秘蔵される、電空海。 九州省を臨もしている。後に、僕宅として、これを観光しその罰を書いている。この罰には、空海の書は当時にある有名な、風神町男とこの、九州省が最も良いとし、その源流を奈良時代の魚用に求め、さらに魚用は、当社教に由来すると述べている。また、こうした空海への警護は、画号に、海の字を用いたことにも現れている。 当時の墨町は粗末なものが多く、到底手習いのもととすることはできなかった。数王は、二王の正しい伝統を確実に把握することに努めた。このため古典や親戚を重んじ、それが叶わなければ、法上や非番を収集し、臨毛をして学び取った。当代の低神則の書についても、わざわざ、比叡山に登って、これを臨毛している。 諸風は当時流行の民進風の唐用に対して、当シンプルとされ、会所は、王陽淳、愚性難、貯水量、眼神経に、行書は、王義士、貯水量、草書は、孫家庭に影響されたとされている。草壁明確は数王が、晩年なるほど出力が強くなっていると共担している。諸賀で生命を欲しいままにしたが、特に諸は、市川米安。 牧キ子と並んで幕末の三筆に数えられ、近世第一の農書家と称えられた。市川米安や牧キ子と比べると、大型石碑の記号例は少なく、関西を中心に、個人の墓石の文字など、30期ほどが確認されている。裁判年85歳の時に、中部で倒れ、会話執筆ともに困難になるがくじけず、筆を握り続け書画の制作に打ち込む。 この時の作品を、中部様と呼び、傑作とされる。画は、母方の祖父、矢野の博に仮の葉の画法を学んだが、数王の母にも絵筆に、心絵があり、数王は絵を描くたびに母に示して、母はこれを喜んだという。後に、徳島城下二軒山町の館長院において、民の宣国の神経山水図十五幅を見て、以来、文人画に傾倒する。 長じた後に、大阪では、金江春学、浜田安藤、京都では、浦上春勤、中林武道、山本梅一、青木木兵兵ら、当時一流の文人画家と親しく交流するうちに、文人画の技法を習得したものと推察される。また、第三洋、柳川西岸、一海慶書、真下松、南ら多くの樹者、文人とも信仰を深めている。こうした、書画家や樹者。 文人たちとの交流によって、書画は表面に芸術的成果として現れ、儒学は内面に精神的基盤として蓄えられることで、数王を押して王やの地位に到達せしめたものと考えられる。一方で数王は中国の民心画を学習しており、民心画を臨もした作品も多数残されている。これは文人が誕生に大きな影響を与えた中国名大松野が法書。 ハッシュ、ガフなどに学んだと推測される。さらにそれだけではなく、数王は様々な民心の画家の作品にも習っている。とりわけ、陶器賞の作品に深く学んでいる。また、米宝山水図や高華法の画法も自らのものとしている。還暦を目前に、長崎では、祖門鉄沖名から南画の画法を受けた。鉄沖名によれば、 数王は広く各家のガロンやガフを閲覧していたが、自分の門下となり高加歩などを学び稼働をすぐに、得得した。逆に自分は数王から、処方の道理だけでなく、ガリオも学ぶところがあったとし、ゆえに沖縄、我が門に入るといえども、我れこれを死ゆと称すと述べている。また、決して俗気を帯びることなく、深くが地を損なうことを恐れて、下鴨に転居して、 陰遁の志を全うしようとした、と評している。田野村築伝はその著、武田総志遊雅録において、数王の創業図鑑を見た。京から伏見に至る路上の神経を描いたもので、小立や水面、村家や畑、船舎や橋、そこを往来する、人々、酒畑の影、映えが見え隠れするなど、景観の遊戯も向きが余すところなく、描かれ、濃淡のある筆致は、 清をも向きにして、修流である。このような絵は、読書を良くし、しかも画を良くするものでないと描けない。近年の神経山水では1はノロ解析の熊野トロ八丁、1は第三用のヤバ系、1は本図で、自分の及ぶところではないと称賛している。数王の画の全体的な特徴は、保守的とも評されてきたが、南州画の基本である柔らかい描線。 墨の穏やかな感じ、そして安定感のある構図、さらには音話で気持ちを穏やかにする聖画な作品が多いことなどが特筆される。画題としては、余白を巧みに使って雲や水を表現した、精緻な山水画が多く、その他にも竹、梅、蘭、菊などの四君子を題材として好み、それらを精神に描いている。さらに松や、鶴も見られる。門弟には、 多くの優れた文人画家が育った。また、数王はロ論にも長けており56歳の頃、よ、伊勢の浜地伊佐山の表した中国ロ論、山水高おも向きに代言を寄せ、奇春金の論画子にも表を加えている。京都石本寺の伊藤若忠秘書は、数王の傑作として評価が高い。天保四年名のある若忠古事の日は、画家。 伊藤若冲の墓の傍らに建てられた筆の形をした石柱で、そこに刻まれた墓誌を数王が手掛けている。これは、文政十三年七月二日の京都の地震により、破損したものを、天保四年にその孫が修理して復旧し、数王がその由来を墓標に記したものである。また、天保十年八月には、絵師、木広成の墓誌を専文し、書している。旅を好み、 長崎には三度をもむいた。また、日田鉱山の川上軌道を訪ね、61歳の時から3年間も滞在した。通王室三水四月往復天保12年 AB、抜きな海奥から言葉んくたか山にいた期間に疑問があり、何話に入った時期はもっと後年である、可能性がある。その場合、何話滞在期間が短すぎることから海徳道に、 入っていないことも考えられる。林敦氏近世、近代の著名書家による、石碑修正、草壁明確、岩屋十六金井金道羅28名1500期体収録、抜きな数王石碑一覧表、かのみちのぶに指示、ありがとうございます。